長崎市の稲佐小では雪の影響で登校に時間がかかる可能性を考え、終業式の開始時間を1時間半遅くし、体育館の冷え込みを避けるためリモートで行われました。家では学校のようにチャイムは鳴りません。家出のチャイムは自分自身の心の中にあります。冬休みしかできないことに挑戦し、楽しい思い出をたくさん作ってください。通知表は雪で登校できない場合を想定してすでに昨日渡されていて、教室では子どもたちが2学期を振り返ったり、冬休みの楽しみを話し合っていました。2学期の間頑張ったことは発表と協力です。宿泊学習です。おせちとか食べることです。おじいちゃんが将棋が強いので、それに勝てたらいいなと思って。冬休みは来月8日までの17日間です。